八戸地方エンブリ保存振興会と八戸鉾展実行委員会は8日、八戸商工会館で会見を開き、鉾展会場でエンブリを披露する企画を開催すると発表しました。この日の会見で、エンブリの保存伝承を目的としたイベント、八戸エンブリ in 八戸鉾展が5月1日に開催されることが分かりました。2月の17日から20日までの八戸エンブリ、中止という発表をさせていただいて、約2ヶ月が経過をしております。その際にもお話をさせていただきましたが、このエンブリの保存伝承を目的とするためのイベントを春先には開催をしたいということを申し上げてまいりました。今年度が変わりまして、この4月に入り、市の八戸市の方にも2月の25日にこのイベント開催のためのお願いということで、熊谷市長の方に大館会長と一緒に行ってまいりました。私どもの目的は中心街の活性化の中で、鉾展の実行委員会の方々とともにですね、このエンブリの伝承をきちんとしていくということをお願いをするために市長訪問をしました。そしてその絵が何とか認めていただくことになりまして、今回発表をさせていただくという経緯になっております。2年間中止となったこのエンブリ、子どもたちの練習の場も来週から公民館を使えるようになりますし、そういう意味では、5月のこの後発表しますが、5月にはきちんとした形で中心街の鉾展の実行委員会メンバーとともに開催をしたいというふうに思っておりますので、どうぞ今日この後いろいろ説明をさせていただきますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。イベントは八戸中心街のメインストリートを会場に4カ所の披露スペースを設け、それぞれ時間に合わせてエンブリの披露を行うとしています。出演時間は1組30分程度で、今のところ16組のエンブリ組が参加の意向を示しています。中止というのは一番最後に考えればいいというふうに最初から思っておりましたので、その神事としてはできないわけですけれども、これから先もですね、このコロナ禍というのが、収束、確実にゼロになるような収束にはならない可能性もありますので、昨年の花火大会を一つの例として、夏のイベントが冬に開催したということも含めてですね、できるときに、神事ではないですけれども、エンブリも開催をしたいということはずっと申し上げてきた通りでございます。これがもしかするとここから先、来年も再来年も2月の17から20日というときにできないかもしれません。でも一つこういう例ができればですね、何らかの形で皆様と協力しながら、市民の皆様、そして伝承につなげることができるのではないかなというふうに思っておりますので、今回まず成功に導きたいというふうに思っております。はい、一斉釣りではありませんので、中心街で今までやってきたものは全て一斉釣りで全員が並んでやってまいりました。で、短時間でしたけれども、今回は4カ所ぐらいに分かれまして、時間で分けて披露させていただきますので、密にもならないように、心がけておりますし、ご自分が見たいところを選んでですね、ご覧いただけるという、今までのような同じ時間帯ですと、見て回れないということがありましたので、そういう部分でも新しい仕組みではないかなというふうに思っております。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。